はいどうも、なおちんです。さあ今日もゼルダの伝説をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今ですね、鬼神装備を集めてまして、ここにも一つあるらしいんですよね。アッカレトリデの跡地、ここにあるらしいんだけども、どこかがちょっとわからないので探してます。でこいつがいるんだよね。なんかでっかい三つ股のドラゴン、こいつ戦ってみようか。いや無理でしょ、これ無理でしょ。グリオークっていうのね。おー、なるほど。はい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 。あ、ちょっと待って。いやこれ無理だわ。雨が降ってるときはまず無理。勝てん勝てん。いやーこいつちょっと戦うの楽しみだな。お、飛んだぞ。飛んだ。マジか。やばいやばいやばい、やっべー。ああこれ無理だ。スタミナが全然足らん。あいつとの戦いはまた今度にしましょう。どこら辺だろうね。なんか怪しいところは全部通っていきましょうか。ああ、これはコログか。はい。いや、ないね。どこだ？装備もここ錆びたやつしか落ちてないんで、あんまり美味しくはないよね。いや、でもあのボス倒したいな。どこだろう？あ、ここか！あ、いや、違う。ここじゃねえな。なんか迷路みたいになっててね、若干わかりにくいもんな、この辺って。どこだろう？この下？あった！これか！あった！ありました、ありました、ありました。あったわ。これはね、わかりづらい。場所としては、もうね、砦跡の、ほんと中心地だね。で、建物がいっぱいある中に、しゃがんで通れる穴があるんだよね。ここに、入っていけばいいみたいです。こりゃわからんわ。オッケー。あ、で、いつものごとく、このね、おみこしがあって、真ん中に宝箱。はいはいはい、鬼神装備はこのタイプだね。服ゲットです。あー、わからんかった。これはわからん。まあ、とりあえず、跡地まで来て、上の建物のところ行ったらば、穴がね、若干分かりづらいんだけども、あります。そこをちょっと探してみてください。そうしましたら、鬼神の服だね。これをゲットすることができます。あー、これはなかなか分かりづらい。はい。では、あと、下と手かな？それをちょっと探しに行きたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。